定辞路の一例、定辞路とは、道路が漢字の、低のような形で枝分かれしている交差点を指すための法律用語。現在は、低に代わりアルファベット T を用いた T 字路も、現代の日常用語や放送用語で散見する。定辞路は種目に似ることから種目調や種目調として、定辞路に由来した地名もある。定辞路とは、 道が3方に向けて伸びる3路の一種を指すための法律上の正式用語である。例えば、道路交通法、第2条第1項第5号、交差点の項目には次のような記述がある。交差点十字路、定字路その他2以上の道路が交わる場合における、当該2以上の道路の交わる部分を言う日本の法律上の正式な用語では、T 字路ではなく、漢字を用いた定字路である。 なぜなら、昔は日本ではアルファベットは使用されておらず、物の形はしばしば漢字の形になぞらえて表現したので、一般に漢字の定の字になぞらえて定字路と言われたため、必然的に道路交通法にも採用された。近年、アルファベットの日常化に伴い、定の字をアルファベットの T との勘違いから次第に T 字路という人が増えた。 そうした世相を反映し、放送用語では、低字路、T 字路のいずれを用いても良いというのが、最近の NHK の見解である。なお、法律ではなく命令であれば、省令の、道路標識、区画線及び道路表示に関する命令の、別表において、T 型道路交差点という用語が用いられている例がある。道路表示は、T 字型の白線で描かれる。 ABNHK 最近気になる放送用語、定時路、?T 時路、十字形や定時形など、ありがとうございます。